ヨハンネ・ネッポムクダーフとは、オーストリアの作曲家、エフェルディング出身、幼児から聖歌隊に在籍し、その後小学校教師となった。その傍ら1921年から翌年にかけて、ウィーン大学とウィーン音楽院で、ヨーゼフ・マルクスとグイド・アドラーに支持し、さらにヨーゼフ・マテアス・ハアー,ーとアルノルト・シェーンベルクに、個人的に学んだ。1926年に、 バッハが商団を結成し、1930年からはベルスの教会オルガニストを務めた。1934年からライプツィヒ音楽院で音楽理論や作曲を教え、また合唱式を行い、1942年には院長代理に就任した。政治に無関心だったのでナチスドイツ時代には気楽局が作曲の中心となった。 1943年からライプツヒが空爆におけるようになるとザック選手クリミッチャウに疎開し1944年8月まで学院の活動を継続した。また同月にアドルフ・ヒトラーの天才名簿に掲載され戦時動員から解放されている。戦後は1945年から1947年までザルツブルクモーツァルテウム大学で 作曲の教授や合唱指揮者を務めた後、1948年に、シュトットガルト音楽演劇大学の理論と大位法の教授となり、1963年まで在任した。その間、フランツリスト賞やオーストリア国歌賞を受賞している。教え子には、ヘルムート・エーダーやヘルムート・ラッヘンマンなどがいる。ベルンハルト・ A ・コール、アーティケル、デビット、ヨハン・ネポムク、 イン、mgg, ツバイタニューベールベイテイテアウスガーブ、パーソナンテイル BD5SP491 フォルティシモ、ジタットバイベルンハルトエイコール、ヨハンネポムクデビットインライプツヒアイネドオクメンタチオン、イン、ミティランニヨンデアインターナッシュノリン JN デビット、ゲゼルシャフト、シュトットガルト 1983S8 ありがとうございます。